市内電車の駅の移設や交流広場の整備など再開発工事が進む松山市駅前で、15日から駅前のバス乗り場がエリア東側に設けられたロータリーに集約されました。これまで松山市駅前全体にあったバス乗り場は、あちらの新しくできた東側ロータリーにまとめられました。それに伴い、こちらの信号機はもう使われていません。信号なしで北側まで行き来できるようになりました。松山市は市内電車と郊外電車の乗り換えの利便性向上を目指し、市内電車の駅を松山市駅側に近づけるための移設工事を進めていて、来年秋の完成を目指しています。移設工事完了後は、それまで市内電車の駅だった場所は交流広場として整備されます。このため、電停の移設先となるエリアにあったバス乗り場は東側ロータリーに集約され、今月15日から運用が始まりました。こちらのバス停には屋根がつきます。その完成は、来年の1月末を予定しております。着々と再開発の進む松山市駅前エリア。20日日曜日には整備予定の交流広場の活用法を探るため、地域の商店や伊予鉄グループなどで作る市駅前広場エリマネ社会実験実行委員会が、交流広場をイメージしたスペースを1日限定でオープンしました。クッションとかベンチとかを、設置させていただいて、そこで利用者がゆっくりくつろいでいただける様子を伺うことができました。市民がゆっくり憩える空間にしたいと考えております。また休日とかにはイベントとかも開催しながら、にぎわいが創出される空間づくりを目指しております。松山市駅前の再開発は再来年秋の完成を目指しています。